額縁からはみ出るゴッホのひまわり。三重県桑名市の長島スパーランドではトリックアート展が始まりました。トリックアートは日本発祥のエンターテインメントで、会場では印象派の絵画をモチーフにした作品など69点を展示。フラッシュ撮影も可能で、作品の世界に迷い込んだような楽しい写真を撮ることができます。このイベントは5月7日までです。